はい、皆さんこんばんは。チワワ社長です。今日は久しぶりにお家から撮影しています。だいたいで最近は朝の10時に配信を設定していることが多いので、朝のね早い段階で皆さんにご視聴していただいていると思います。でもですね、今日はちょっとコメントが最近何回か続いたんで、やっちゃおうと思ってお家から動画撮影しています。はい、じゃあ早速やっていこうと思うんですけど、何をやるかというと、もうね何回もやっているパキラ、じゃん、これです。パキラちゃん、皆さんねやっぱりパキラ大好きですよね。というか流通性がねやっぱり高いんで、皆さん手にすることもね多いと思います。でまあもっとねちっちゃいパキラもあるんですけど、このぐらいのパキラ手頃でね一番多いんじゃないかなとも思います。大鉢のねパキラもね、たくさんあると思いますけど、最近はホームセンターとかねちっちゃいやつはまあ100円ショップとかで売ってあるんで、結構ね初心者向けの観葉植物として売り出されていることが多いので、皆さん育てている方が多いです。なので、パキラ枯らしているとかね、葉っぱがパラパラ落ちているという方がね最近特にコメントが多いです。まあ冬だからですね、寒さにはもともと非常に弱いとされているパキラです。これもね何度も僕ハウスの中のね再生編とかで言いましたけど、でもですね、直近の動画でお伝えしましたけど、意外に僕の経験上この2、3年ね寒さにも割といけるんじゃないかということがね僕は思い始めました。がっつりマイナスとかになるとねさすがに葉っぱが黒くなって霜に焼けたりするんですけど、ハウスのね暖房を入れてない方のハウスに置き忘れていて、もう丸々ね冬の間ずっと置きっぱなしにしてるパキラがね意外と普通に成長はしませんけど、あまり傷まず元気に育っているのを見かけるので、あれ意外と思ってたより耐寒性強いんじゃないかということはね、この2年ぐらいですか僕が肌で感じて、おかしいですね。まあパキラのね成長を見て思うことです。なので極端な寒さ以外はね割と大丈夫じゃないかなと思います。乾燥にはねめちゃくちゃ強いんで、冬の間はあまり水はあげなくていいです。でもですね、ここで皆さんがよくある質問で、葉っぱがパラパラ落ちます、そういう質問がねたくさんありますけど、もちろん置き場所がね全てわからないので、特に寒い方の地域とか寒いところに置きっぱなしはねさすがに葉っぱが落ちます。そして冬場のね、光が当たらないところ、そういう時もね葉っぱが落ちる可能性が高いです。そしてこれはね寒い地域のところの方はね多いかもしれません。乾燥に強いんで冬場は水をあまりあげないでくださいというね方がたくさんいますけど、それを鵜呑みにしすぎて乾燥させすぎたら
皆さんどうですか？お部屋の状態どうですか？暑いでしょ？自分たちが寒いのが嫌だからお部屋暑いですよね。ということは観葉植物ちゃんたちも暑いんです。そして暖房はね、上に熱気がたまるんで葉っぱはどん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 水分が抜けていきます。なので乾燥しすぎてね、葉っぱがパラパラ落ちていくんです。僕がずいぶん前にね、言ったように生きようとする行動です。本体からもね、水分が抜けていくんで、まず葉っぱを落として本体から水分が抜けていく量を阻止しようとします。それでね、パラパラ落としていくんです。だってどんどん水分が抜けていくでしょ、あなたたちがお水をあげないから、ね、だから暖房がねかなり効いてるところは逆にお水はしっかりあげてください。これはね、何回も何回も僕が口やかましく言っていることです。こういうね、ちっちゃいパキラも一緒です。ちなみにこれ熊本で498円でした。この大きさですよ、幹がね。めちゃくちゃ安いですよね、最近のホームセンターは。市場より安いんじゃないかなと、いや市場より100円ぐらいしか乗ってないんじゃないかなと思うぐらい安いです。思わず今日僕2つ買っちゃいました。もうね、状態もめちゃくちゃいいです。みずみずしくしてます。新芽ちゃんもね、ほら見て、出てきてますよ。新芽ちゃんもここにね、めちゃめちゃいいパキラです。僕が見てもね、状態がかなりいいと思うパキラ買ってきました。そして皆さん、ここからです。僕がね、いつも再生させたりとか、こうした方がいいですとか、暖かくなるまで待ってくださいとかずっと言ってます。でも皆さん待てませんよね。やりたいんですよね。そして僕がやっているのはビニールハウスのね、温室なんで、こう思ってる方もいると思います。そういうね、いい場所があるから再生できたりね、いろんなことができていいですねとね、思う方たくさんいると思います。もちろん可能性としてはね、温室の方がとてもいいし、暖房がねずっと入っているんで、環境はいいです。湿度も高いのでね、あまりお水やりをしなくてもいいです。そういう方たちのためにね、じゃあやろうじゃありませんか。この僕のお家で、このリビングで、皆さんとさほど変わらない環境です。熊本、暖かいですけど、明日はねめちゃくちゃ寒いですね。もう1月も終わりです。リビングエアコンをね切って寝ると5度以下になります。さすがに0度はいかないと思うんですけど、かなり寒くなります。リビングの温度って皆さんの生活空間だからね、全国どこでもねあまり変わらないと思います。暖かいところはね、熊本と同じか、まあ宮崎、鹿児島、沖縄とかはねもう全然違うと思います。でね、寒い地方の方はもちろん暖房切らないですよね。部屋の中暖かいですよね。短パン半袖で生活して、アイスクリームの消費量は寒い地域の方が多いと言われているぐらいなんで、暖かいんだと思います。僕は住んだことがないからわからないですけど、多分そうですよね。だからリビングの生活環境というのはあまり変わりません。僕もここは寝る前はエアコンを消して寝るので寒くなります。はい、じゃあこのパキラめ
ちゃくちゃ元気です。めちゃくちゃ元気です。パチンパチン、あー切っちゃいました。締め1個残ってます。タグを取ってこれもえい。じゃーん、こんな状態になりました。皆さん信じられないと思ってるんじゃないですか。こんなことなかなか大胆にできないですよね。でも大丈夫です。僕は自信があるから大胆にやっちゃいます。皆さんかわいそうだと思ってるでしょ。全然心配しなくていいです。このリビングでこの状態を今からこっちのねカーテン越し窓辺のところで観察したいと思います。観察するんですよ。多分大丈夫です。自信満々と言いましたけど、何割か枯れる可能性はあるかもしれません。でもね、葉っぱを落としたりして皆さん心配なんでしょ。どうやったら再生できるか、もう今うずうずしてる人もいるでしょ。やってやろうじゃないかと、やっちゃいましたけど、まあ見ていてください。1ヶ月2ヶ月かかるかもしれませんけど、この新品のパキラ切り落としました。どうなるのか。ビニールハウスじゃありません。このお家の環境でね、僕がこのパキラ再生できるか見届けてみてください。僕はね自信があるからやっちゃいます。枯れた時はどうしようまあね、ある程度大丈夫だと思います。そしてね、このカットしたね、しめちゃんたち、じゃん、これ覚えてます？何ヶ月か前ネジネジしてたパキラです。ずっとね水耕栽培でやってるんですけど、まだ根は出てきてません。でもね、いろいろ出てきてます。ボコボコが、もう一つはねちょっと茶色くなってきてるんで枯れてきてると思うんですけど、見てください。あららら、水がこぼれてきた、ね、ほらもうね芽が出始めてますよ、ね、リビングでこれ水耕栽培やってますけど、このね新芽ちゃんたち、この中に一緒に入れてあげましょう。そしてですね、あ、試してみる、これ葉っぱ取ります。まずこれを入れます。入れます。まあね、これはこれでいいと思います。こんな感じで育てたいと思います。そしてですね、これ僕ですね、今までこの葉っぱからはね絶対出ませんよとね、いろんな人には言ってたんですけど、去年ね思い出しました。あ、最近カポックをねやった時もね、葉っぱからも出ますという方がねいた、思い出したんですけど、この葉っぱをねコップにつけてる、知り合いの方がいて、出ないでしょうと思ったら写メ送ってきて、こっからね根が出てましたね。根が出るのかいと思ってね、初めてびっくりしたんですけど、これからもね、皆さん増やせるみたいです。これはね
僕も初めて知りました。知ってられる方もねいると思いますけど、よくよく考えればね、外の植物ですけど、モミジとかね、シマトネリコ、いろんなやつね、葉っぱをねばらまいて、苗を作ったりするんでね、よくよく考えたら葉っぱから、あ、観葉植物も芽が出ないわけないんだなということはね、思いましたけど、でもねこれからも、芽が出るみたいです。だからこれもね、今回刺してみたいと思います。でこの一番ちっちゃいこいつはね、この本体に刺しておきましょう。いいいい、ね、土でもつくのか。ちょっと斜めを向いてるんで起こしてあげて、はい、じゃあ今回はこの新品のパキラバッサリね、思いっきり切りましたけど、皆さん葉っぱがバラバラ落ちて、困ってる人、勇気があったらやってみてください。自分の環境で、そして僕に報告してください。できましたよというところをね、もし枯れた時はね、枯れましたって言ってください。どうしてくれるんですか、どうもしませんけど、自己責任でやってくださいね。僕はやってみようと思いました。皆さん何でもチャレンジしてみないと分かりません。勇気です。そしてね、植物はね、生命力があるんで、ある程度のことをやってもね、枯れることはあんまりありません。はい、そういうことでパキラね、バラバラ落ちます、どうしたらいいですか、再生早くやりたいんですけどという方がね多かったので、緊急でやってみました。はい、じゃあ皆さんぜひチャレンジされてみてください。もう11時前です。おやすみなさい。バイバイ。